次回は教えて小島先生ということで、うん、皆さんのお悩みに知識豊富で決断が早い小島先生が相談に乗ってくれますので、大きな悩み、小さな悩み、ささやかな悩み、いろいろ小島先生に送ってください。いろいろ送ってほしいね。もうどんなことでもいいでしょ。だって小島さんはどんなことでもいいよ。別に2人のやつも乗るし、なんなら末澤さん、正門さんの、あ、僕らもじゃあなんか悩み相談してもその時いいですか。全然いいし、今でもいいよ。あの、今は大丈夫です。でも、あと2分あるから、いいよ。いやいや、大丈夫です。今やると、次でその企画をやろうってなって、ね、今の悩みよ。今の悩みですか？今の悩みは、うん、変わってるでしょ、1週間、2週間あったら。いや、まあまあまあ、そうですね。うん、今日の晩ご飯何食べようかなって。ああ、もうそれハンバーグ食べたいんじゃん。わかりました、ありがとうございます。おぉ、すごい解決したな。マサカルさん、じゃあ、一つ何か。はい、僕ちょっとあの左の親指の爪をちょっと切りすぎたんですけど、はいはい、どうしたらいいですか。あ、でも僕も深爪やからね、結構いいんじゃないか、うん、僕と一緒です。おそろい、わ、解決したかな。すごいな。まあまあまあ、こんな短時間で2人の人生を変えた。もう何でもいいから2人の人生を変える。すごいな、小島先生。まだ聞くよな、これは頼もしい。まだ聞いて、あと1分半あるから。まだ聞いてくれるんですか。まだ1個ずつぐらいだったら聞けるよ俺。僕じゃあ、はい、寝るときあんまり寝れないタイプなんですけど、うんうん、どうしたらすぐ寝れるようになりますかね。あ、起きとってもいいんちゃうかな。無理に寝ようとすることが寝られへん理由やと思うから。わかります、はい、映画見ようか。映画見ます。わかりました、ありがとうございます、はい、映画見ます。テルマエロマエロ、テルマエロマエロ、はいはい、おすすめします。はい、まさかとさんは。僕ちょっとあのヒゲが濃いんですけど、どうしたらいいですかね。ごめんなさい、それが一番答えにくいんです。ごめんなさい。おい、小島先生の中にもあったんですね、答えにくい質問は。まさかとのヒゲだけは、まさかとのヒゲだけはちょっと答えれないんですよね。何もそれ以外のお悩みにしましょうね。そうね、まさかのヒゲ以外のやつにじゃあごめんなさい、したいと思います。はい、はい。